はいどうも、長坂レモンです。本日紹介すべきはこちら、ババーン、初めてのお使いですね、やります。はい、確かスタンダードチャレンジで入賞したっていうので、ちょっと一躍話題になっているデッキかなと思うんですけど、はい、まあそこから あまりにもアグロきつすぎたんで、はい、ちょこちょこいじった形になります。はい、で、どういうデッキかっていうところですね。アラーラへの進行、まあこのカード、まあ5マナのバトルなんですけど、5色ってね、とんでもないバトルなんですけど、これが出た時にライブラリの上からマナ総量が4以下であり、閉じないカード最大2枚まで公開されない追放してって、そのうち1枚をマナコストを支払うことなく唱えてもいいですよっていう効果と、まあ裏面ですね、まあこれがまあ防衛カウンター、守備カウンターか、毎回忘れますね。守備カウンターが取られたら、まあこれが、全ての色であって、プレイヤー1人を対象として、その、対戦相手がコントロールしているパーメータを対象として、まあ対象するんですよ。もうめっちゃめんどくさいんですけど、まあ要は自分が2ドローを相手のパーマネント1個破壊、手札からアーティファクト1枚出す、自分のパーマネント1個のコピーを作る、まあ自分のクリーチャー、まあ3体まで対象として、プラス1カウンターを3個まで割り振るっていう効果ですね。はい、でじゃあこれが何するかっていうと、アラーラの進行って、まあ、4点以下のカードめくってそれを追放して、そこから、まあ、スペルを唱えることができるっていう、実はね、4以下のやつさえ追放すればコスト指定がないんですよ。はい、じゃあ何をするかっていうとこれですね、キイチゴの使い魔。はい、このカード、まあ、2マナ22なんですけど、まあ素がね、2マナっていう、まあ、アドベンチャーのね、自分がねスペルとして唱えてないときは、まあ、クリーチャー面というか、まあ普通のメインの方の、ところを参照するっていうルールがあるので、このカード2番なんですけど、このカードをアラーラで確定でめくると、こっちのね初めてのお使いの方を使えるんですよ。はい、もう名前が面白すぎるんであれなんですけど、初めてのお使いですねがソーサリーでカード7枚切削して、その中から、クリーチャーやエンチャンターや土地1枚出せますよっていうことで、はい、まあ、このね、執念の特目だったりとか、まあ、エターリアトラクサだったりとかを出すことができるっていうコンボデッキですね。はい、実はね、このコンボ自体は前々からあったんですよ。確か、前回の環境かな、うん、まあバトルが出た時の環境だったと思うんですけど、グーワが禁止前ですね。はい、グーワ禁止前にグーワとラスゴ、今の4コス以下のラスゴだと、集団失踪か、集団失踪と合わせて集団失踪かグーワをほぼ確定させようっていうコンセプトの、まあ、アラーラへの進行デッキっていうのがちょっとだけ話題になったことはあったんですよ。はい、まあ、そこからね、まあ、また新しいのが出たっていうことで、3位ね、まあ、入賞したっていうこともあって、まあ、今注目ですね。でこのデッキの注目ポイントがもう一つあって、それが墓所の冒涜者ですね。はい、このカード6マナ44の威迫で、まあ、私が前ちょっとだけ使ったことがあったと思うんですけど、出た時と死亡した時に墓地であり超えないカード1枚を追放して、そうした時以下から1つ選ぶと、パーマネント1つから、まあ、追放したカードのコスト分のカウンター取り除くか、クリーチャー1体対戦相手のクリーチャー1体対象として、まあ、追放した分のコスト分のマイナス修正がかけますよってことで、これ何するかっていうと、アラーラへの進行からキイチゴの使い魔をめくると、キイチゴの使い魔の効果でね、7枚切削の中に墓地の冒涜者とコスト7以上の7のカードがあったら、これで、まあ、7のカードを追放するとアラーラへの進行が一瞬でひっくり返るんですよ。はい、まあそれを使ったコンボデッキですね。まあ、これ一瞬でひっくり返すことによって、まあ、手札からねファイルクシャーに1体ぐらいが出たりとか、墓所の冒涜者を増やすことができたりとか、そういうシナジーで戦っていくデッキになります。はい、まあどんな感じで動くのかっていうのは試合の方を見てってもらった方が非常に早いと思うので、はい、よければぜひ見てってほしいかなと思います。はい、というわけで本日このデッキ使ってランクマッチやってきました。勝率は5割6割ぐらいかな。まあやっぱりBO1 の場合の振り対面っていうのは、まあ私がちょっと変えた、まああまりにも振りすぎて変えた部分もあるので、はい、その辺になるのかなと思います。はい、対戦の方へどうぞ。はい、対戦よろしくお願いします。先手、土地自体は悪くないんですけどね、全然。まあいいや、キイチゴの使いままで普通に普通ね、初めてのお使いまでいければなんとかなるかなと思うんで、はい、まあ頑張って初めてのお使いをしに行きましょう。とりあえずは、まあしっかりとね、まあ、土地のワームだったりとかから、まあ、中外をしていきましょう。対エンチャント、セレズニアエンチャントなんですけど、多分まあ墓所の冒涜者だったりとかでしっかりと除去してあげるっていう動きが大事かなとは思います。うん、まあ、こういうのでね、墓地壊してくれるんで、
まあ、気前のいい訪問者は多分落ちないんですけど、まあまあまあそこ以外はね結構簡単に落ちるんで、これは一応1匹だけ置きましょう。まあ、次のターンは豆の木のワーム、その次マナー引いてキイチゴの使いまでいいかなと思います。でセレズニアエンチャントなんですけど、盤面への除去カードっていうのがほとんどコツカぐらいしかないはずで、まあ、コツカぐらいしかないのであればコツカでもね何とでもなるので、うん、まあ、キイチゴがね死んでもこっちとしては特に問題はないですからね。今のところはコツカは撃たれてなさそうですけど、これは無鉄砲ですね。鉄砲を、まあ一応次のターンの豆の木のワームでなんとかなるかなと思います。相手目線って多分ここでコツカが使えるならコツカ打ってきてるはずなんで、まあこれは8点いきますと痛いですけどね。とりあえず6マナまでは到達ですね。まあ7マナまでか、まあ、キイチゴが次のターンに残ってるなら7マナまで到達です。でまあこのターン豆の木のワームだったりとかが除去されないのであれば、まあしっかりと相手の盤面、まあ気前のいい訪問者かな、うん、あたり触りに行きましょう。相手がどうやら土地にで詰まってるらしいんで、うん、まあキイチゴからなんか引いてきて、まあ強いカード引ければいいなっていう形。トランプル、まあ無鉄砲よりはサイズでかくないなりたいですよね。うん、4、どっち取ろっかな、まあ、結局トランプルなんで、まあこっちでいくか。うん、一応ね、あの墓所の冒涜者出せば、いやこれ一旦墓所の冒涜者か、1点受けますけど、123、いややめといた方がいいな。運ゲー回避です。はい、運ゲー、うーん、一応ギリギリ、これは除去です。自然主義者取りましょう。パキルダも出しましょうか。ライフゲインが絶対必要なタイミングなんで、ここはしっかりと取ってあげましょう。まあ基本地形控えてコツカまで打たれちゃうと負けなんですけど、まあそうじゃなかった時にこっちの方が強いのでこっちから入りましょう。うん、まあ、相手はね多分ずっとあれ引けてないので、基本土地引けてないので、この動きは相手に基本土地引かれないような動きをしてあげればいいのかなと思います。これはエターリでしっかりブロックしてあげましょう。オロチは、まあ、こっちの墓地の、まあ、ファイエクシャーのなんたらかんたらとか何でも追放されるとは思うんですけど、カティルダも死んでいいんで、ブロックの仕方はエターリでここ確定で、まあこいつのサイズが上がんないならブロックする必要はないかなぐらいですね。うん、はい、これはトークンじゃないな、プラス1カンダですね。ならここブロックする必要ないです。ここだけブロックしましょう。まあ、ワンドローされてどうのこうのですけど、アトラクサも強いですが、これ除去引けなかったら終わりなんで、いやただ向こうも閉じきれないな、閉じきれないなら買っちゃいましょうか。アラーラとエターリは素で置きたくないですね。キイチゴも引きたくないので、まあ、豆の木一応拾っときますか。こっちはまあ黒がちょっと欲しいからラフィーンかな。うん、本当はここで別のカードが欲しかったんですけど、まあしゃあない、一応耐えてるはずですね。そうですね、一応耐えてるはずなんで、うん、多分大丈夫かな。あれ違いを、一応ねコツカ打たれたとしてもコツカしか打てないはずなんで、まあ、カティルダ1枚で耐えてるはずですね。無鉄砲があってもなんとか耐えてると思うんで、うん、まあこれはねアトラクサでしっかりブロックしてあげる形なので、まあオロチプラスアルファで殴ってきてアトラクサのサイズをどうこうしてくるかなと思ったんですけど、まあないならあらあらでさすがにいけてそうですね。まあ、とりあえず初めてのお使いを使いましょう。落ちたのはまあこれは墓所の冒涜者でいいかな。墓所の冒涜者、自分の墓地からコスト7のカード、まあ群れの値ですね。これ墓地から使わないんで、でアラーラを割って
これなんですけど、多分相手の基本土地割るのが一番強くて、コピーはまあ冒頭飛車でいくかで、まあこのターンカティルダで殴りたいのでこうですかな、うん、まあこれは相手の墓地から、相手の墓地で使えるカードがあったそうですね。これですね。グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。まあキープですかね。束縛自体は打てそうなので、うん、初動の除去がしっかりある手札かなとは思います。赤身、うん、まあ、全部揃ってるんで池の底に使います。うん、はい、ただコントロール相手は結構振りたい面だと思うので、カウンターが重いんですよね。うん、カウンターが重いので、まあ欲しいところは一応引けてるんですけどね。あとはしっかりと土地が積もれるかどうかっていうゲームになるかなと思います。発表はもう秒速で取ります。いちいち あれね処理するのめんどくさいですからね。うん、とりあえず、次のターンアンタップインが出ればアラアラへの進行を使えますね。うん、で婚礼発表を使ってくるってことはトークンリッチかな、あランプインどうしよっかな。いやまあ使っちゃっていっか。うん、使っちゃいましょう。豆の木のワーム残念。ここはタップインの土地でも良かったんですけどね、一応。タップインの土地でも良かったんですけど、ああまあ引けましたと。これは一旦ワームから押しましょう。引き消しがあるなら吐かせたいんで、まあ除去なら除去で問題なくて、でこれが通るのは多分アラーレの進行通るんで、まあここは、しっかりと通しに行きましょう。永遠のフォローだなら全然大丈夫。マイナス4もできないのでプラスでブリンクでしょう。まあ、ここから先はアラーレの進行で初めてのお使いをしていきましょうか。はい、初めてのお使いの歌ってどんなのだったかな、あんまり見てないんですよね。あ、というわけでとりあえず、まあ、アラーレの進行をしましょうか。はい、まあ、25で初めてのお使いを使いましょう。何が出る、エターリですね、これは。あー、カイトとワーム、まあ、これはこうかな。これはトークンよりはルーターですかね。うん、ギアトラ引けましたね。これは、キイチゴ着せますか。うん、まあ、すごい場面になりましたね。はい、とんでもない盤面になりましたけど、急に。あと、そこの永遠の放浪者なんですけど、やろうと思ったら落とせるんで、うん、これはワームが残るかな。うん、あのやろうと思ったらこっちの墓所の冒涜者で落ちるんで、結構無視していい寄りです。で、まあ、追放術がない限りは余裕なんで、マイナスはないですし、墓所の冒涜者とか使ってくるくるしてあげればいいかなーっていう印象です。というわけで、ラフィーンの処理が今できないんですけど、まあラフィーンの処理は後でできるんで、一旦冒涜者を使って、まあこのアラードの進行を繰り返しましょう。7マナ以上のカード、まあ群れの当たりですね。アラーラをひっくり返して、まあツードローを、まあ、シェオル破壊、コピーするのはまあ墓所の冒涜者で、でまあ一応サイズ上げておきましょう。はい、まあ4点入っちゃうのでそこら辺は痛いんですよね。で、まあ、相手のデニック追放して、まあ、マイナスをここに当てましょう。うん、まあこれカイトマイナスでいくか。殴ってくれるなら OK なんで、まあ、殴らず顔だと思いますけどね。うん、ここまで来たら殴らず顔飛んでくると思うんで、
まあカイトをね一旦殴ってくれるとめちゃくちゃ楽になるんでね。まあ殴られること期待でこっち一応殴りましょう。まあ顔飛んできましたね。で、もう一回これはお使いができますね。うん、もう一お使いチャンスです。はい、まあ、これはお使いから入りましょう。吐き消しとかのカウンターでも大丈夫なはずなので、うん、まあこれはお使い場のお使いです。はい、根魚かな、まあいいや。まあこれアトラクターですね。ライフゲインができるようになりました。会社内で投了ですね。グッドゲーム大変ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあ見ていただいたら分かる通りね、まあ要はねキージゴン使い魔からボート車使ってアラーライの進行をひっくり返してっていう、まあ、動きだったりとか、そもそもエタリだったりとかね、盤面を形成するカードが多いっていうのは非常に強力なポイントなのかなと思います。はい、ただ BO1 で使うのはおすすめはしないです。はい、なんでかっていうと、このデッキアグロに弱いんです。まああまりにも弱すぎたんで私は豆の木のワンに変えたって話したと思うんですけど、まあそれ以外にもですね、そもそもアグロに対して対抗できるのが束縛と特目ぐらいしかなくて、でまあ一応ねアグロに対してはキーチゴだったりとかラーラの進行が間に合ったらギリなんとかなる可能性はあるんですけど、アトラクターとかねなるんですけど、まあやっぱり不利であることには変わりはないのかなっていう印象はありますかね。はい、でもう一つ不利な対面があります。それがカウンターを有するデッキですね。はい、まあどうしてもね、このデッキのこと知ってる人だったら絶対にアラーラの進行だったりとか他のカードですねカウンターされるんですよ。でこのデッキでカウンターされちゃうとどうしても重いんです。普通のねあのアトラスのドメインデッキと違ってどうしてもマナを加速するカードっていうのがすごい少なくて、まあ、あのランパンザウルスだったりとか、あとゼンディカへの進行ですかねみたいな純粋にマナ加速するカードが少ないんですよ。はい、まあ実はそういうのもあって、まあその辺のコントロールないしはカウンターを有するデッキめちゃくちゃ不利ついちゃうんですよね。はい、その辺が非常に厳しかったです。まあそこに対してもね一応執念の特目さえ着地してしまえば、まあ盤面のクリーチャーとかでなんとかなったりするので、まあカウンターされながら押し付けるみたいな動きできればめちゃくちゃ強いとは思うんですけど、ただやっぱりねディミアミ前回みたいになったディミアミッドレンジないしはフェアリーデッキですかねみたいな感じの打点展開してカウンター構えられるみたいな動きをされちゃった時にちょっとどうしようもない動きが多いかなと思います。全体時期とかも入ってませんからね、その辺含めてもなかなか厳しいかなっていう印象はありますかね。はい、ただね面白いデッキではありますし、まあカウンター要素ないミッドレンジ以降のデッキに対してはめちゃしん強いんで、まあ、最近話題の、まあオールドフアグロだったりとか、まあ、クロタンミッドレンジみたいなその手のミッドレンジ相手にはめちゃしん強いですし、本当にね本当にめちゃしな強さ発揮しますし、まあそこ以外に対してもね、まあパワー勝ちすることができる、まあ一応アラーレの進行なかったとしてもそもそもカードパワーが高いデッキなんでパワー勝ちすることができるっていうメリットがありますし、まあ墓所の冒涜者とかねこの辺置いとけばミッドレンジ相手にはね除去2回プラスこいつに対して除去1枚吐かせるよみたいな動きとかができたりと、まあ結構強い動きができるいいデッキであると思いますので、よろしければ皆さんぜひ使ってみてはいかがでしょうか。というわけで本日の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。それでは。